みなさん、こんにちは。しおりみちゃんのしほとりみです。はい、ということで今開いてる。閉めてねえ。カーツのは赤、それ、ドアで言っちゃダメ。うん、知ってる。最強赤、ドタン。ピーせーの、みなさんこんにちは。サリーちゃんのしほとりんです。はい、ということで今回ですね、今ママたちはいません、お留守番なんですけど、今急に考えた企画で今回は絵心対決をやっていきたいと思います。そういうことでですね、もう私たちが本当に今考えた企画なので、うん、お題とかも全部、紙とかも全部今用意してるんで、うん、ちょっとね、変なところもあるかもしれませんが申し訳ございません。はい、それでは早速ママたちが帰ってこないうちにやっていきたいと思います。はい、それでは早速お題を言っていきたいと思います。はい、まず一つ目が、今回は動物系で揃えています。一つ目はライオンです。ライオン。はい、というわけでまずは1つ目のライオンを描いていきたいと思います。はい、で、時間は5分にしたいと思います。5分、短っ。え、もう描く気満々？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん、フルスンゴリラ、フル説明してね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん、フル。え、じゃあもうやる気満々？ライオン描ける？え、本格的？うん、体に描く？うん、別に描かなくても大丈夫だよ。絵心が出るから、それで。じゃあ、リミは横で描く。私も横です。それでは行きます。よーい、スタート。多分ここ早送りか飛ばしてますね。あ、間違えた。どうしよう、時間間に合わなかった。間に合わなかったら間に合わなかったら、もうピピーってなっちゃう。気をつけてね。どうしよう。超ダサい。この5分って意外と長いね。ねえ、ただいま。おかえり、今撮ってるからね。ママ映ってない？多分。何撮ってると思う？何撮ってんの？絵心対決してんの。うん、これちーちゃんのチャンネル？うん、ママのチャンネルだよ。撮ってあげたの、私たちが考えて。すごいじゃん。リミも終わりましたよ。終わりましたー。ドアを開けてー。なんで？45秒です。45秒で何ができる？うさぎもみこみんなでできる。TikTok じゃん、それ。何ができる、君の笑顔を見されること、その笑顔を。ペンとは使って OK ですか？ダメ。せっかく筆箱が止まってきたのに。筆箱にそんなの入れてんの？あ、家用の筆箱なんで。ならよかった。みみゼミナール。なりました。シーロです。シーロで見せよ。じゃあ私たちが描いたライオンは、せーの、じゃん。リミのがこちら。はい、変な首が
首が。かわいい。はい、こちら、リミ様が描いた絵です。私が描いた絵は、私ほんと全体描きました。こちらです。で、これってさ、文字とか入れていいの？ダメ。絵に描いちゃった。こちらです。じゃあ今度から食べます。ライオンに太陽に木に草にいっぱい描きました。はい、この絵まだママが見てないから、どっちがいいか判定してもらおう。ママに頼んだよ。ママ絶対分かると思うな、どっちか描いたか。じゃあリミ次第 2のお題。リミあっち。はい、じゃあいい真ん中ここ。じゃあ次に第2のお題。でるる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 はい、というわけで次はペンギンを描きたいと思います。はい、こちらめちゃくちゃ難しそうです ね。ライオンはさ、イメージついてじゃん、うん、丸い顔になんかトゲトゲみたいな。そう、あれぐらいは思いついたんだけど、ペンギンってあんま思いつくのぐらい、うん、頑張ります。はい、もう5分上がっちゃう。うん、じゃあ早速やりましょう。それではペンギン早速描いていきたいと思います。よーい、スタート。で、本当に思いつかないんだよ、ペンギンが。沸きます。もうすぐお風呂が沸きます。テレ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 テン。これファミマでしょ。ファミマだ。え、こんなんペンギンって。ごめんなさい。なりました、終了です。はい、終了。はい、ということでペンギン2人が描いたのは、せーの、じゃーん。はい、ということでこちらになります。ほら、ペンギンに見える。3問目、これがラストのお題でございます。ございます。3問目描きたいと思います。はい、じゃあいい、3問目のお題は、うさぎさんです。リミと全然字違うでしょ。薄いんだよね、私汚いんです、字。ごめんなさい、汚くて。じゃあ、うさぎ、うさぎを描いていきたいと思います。うさぎは慣れてんだよね。私全然慣れてない。うさぎ、よく描いてる。待って、うさぎ、なんとなく描ける気がする。じゃあ、いきます。はい、よーい、スタート。5分って意外と長いから、いいねを描いて。はい、終わりです。はい、ということで描いたのがこちら。じゃじゃーん。しーちゃんさ、なんかおならとか違う、走ってるの。こちらが私の絵になります。で、リミがこちらです。草玉みたいに可愛い。塗っちゃダメ。ウサピア飛び出してウサ、ウサピア振り巻いてウサ。はい、ということで、ね、こっち無理、もう5分経っちゃったな。はい、ということで早速これをママに見せていきたいと思います。ママどうしよう。どうしたの？リミが時間内に塗り終わんなくて悩んでるの。でももう時間は時間だから、絶対書き直しちゃダメなんだよ。だからもうダメだよね。リミは何をしたいの？塗りたい、うん、塗りたい。嫌な。じゃあ30秒お待ちしてあげたら。分かった、10秒なんで。じゃあ20秒。なんで。待って待って待って、行きよ。さ、30秒おまけで。ふんって言ったらダメでしょ、動画だよ。痛い。何やっても私すぐ怒られるよ、リミ。延長になったんでしょ。うん、じゃあ30秒でいいじゃん。いい、はい、ということで、じゃあ30秒リミちゃん延長でやっていきたいと思います。よい、スタート。
4枚いいね。終わりでございます。これでいいですか？ありがとう。うん、ということで、これということで、ママに見せていきたいと思います。どれですか？私が持ってる。何枚描いたの？3種類描いて、うん、計6枚描きました。2人で。まずライオンを見せていきたいと思います。こちらです。はい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 、わかります？なるほど。難しいね。うん、どっちだろう。決めました？ちょっと待って、なんか同じ感じだけど。はい、決めました。はい、決めました。ということで、うん、次お題、最後に言うの？最後に言います。最後に言うの？次ね、ペンギンです。次、こちらです。あ、じゃあまずライオンから結果を発表してほしいなと思います。はい、まずこちらのライオン、どっちが良かったでしょうか？こっちこっちこっちの方がなんかはっきりしてていいかなって思いました。こちらの絵はでもなんか同等だけど、どっちかって言ったらこっちかなって、なんか顔の表情とかがはっきりとしてて。こちらの絵はリミさんでした。あ、リミさんでしたか。イエーイ、わかりました。で、こちらの絵はお嬢ちゃんもね、うまかったんだけどね、うん、ほっぺつければよかった。ちょっとなんか足が出ぶっちょいなんかこの前足がちょっとなんか出ぶっちょくない？確かに。はい、次。じゃあ次、ペンギン。ペンギンさんいきます。ペンギンさん指させてもらいます。ペンギンはこっち。あれ、指がない。ママ俺ママの指が映んない。こっちこっち。はい、こちらはですね、はい、私が描きました。しょうがないですね。わかりました？ん、わかりました。こっちも可愛いんだけど、なんかこれ、なんかなんだろう、こういうキャラクターなんか漫画に出てきそうなねえ、そんな感じじゃない？なんか漫画に出てきそうなキャラクター。こっちの方がペンギンっぽかったです。口がないんだよね、うん、ペンギンって口ある？いやー、わかんなくてさ。あるでしょ。口がいてないの、ほら。ラスト、ウサギさん。はい、どっちが良かったでしょう？トミ、両方同点です。両方ダメです。両方ダメです。だって両方可愛いもん。両方可愛いよ。ちゃんと決めてください。両方可愛いよ。こっちも、あこっちも可愛いし、うん、こっちも可愛い。同点です。カメラが、あ、カメラが、同点はダメです。決着をつけたいね。じゃあ、ちゃんと決めてください。じゃあ、こっちかな。なんかこっちですか？なんか綺麗なピンクで、なんかこれ、この子かわいい。なんかこの子ちょっと黒くなっちゃってる顔、この子かわいくない？かわいいですね、うん、なんかこっちはなんかちょっとなんか印象が薄いっていうか、なんだろう、タッチが薄いっていうのかな、うん、鉛筆も薄いし、色も薄いし。確かになんかこっちの方がはっきりなんかこうバンってくる感じ。確かに。まあでもどっちも可愛いんだけど、どっちかって本当にもう、あー、ごめんなさい、1ミリの差でこっちかな。なるほどですね。こちらの絵はなんとリミさんです。おー、リミさん。ということで、リミ最後まで行っちゃおう。グミ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 ペア、そんじいらおやつだ。